ノル,マノルマはヴィンチェンツォ・ベッディーニが作曲1831年に初演された全二幕からなるオペラである主役を歌うソプラノ歌手にとって最も難度の高いオペラの一つと考えられてるソプラノのアリア、清らかな女神よキャスタ・ディーバカスタ・ディーバは特に有名でありリサイタルなどで単独で歌われることも多い ベッディーニはまだ三十歳の若さであったが、前作、無友病の女、L.A. ソナンブラ、1831年の成功により、当時イタリア最高のオペラ作曲家としての名声を固めつつあった。その頃、財政的混乱から、低調な講演活動を余儀なくされていたスカラザが、騎士改正の作として、無友病の女を生んだ、トリすなわち作曲家、ベッディーニ、 台本家ロマーニ、主演、ソプラノジュリッタパスタによって1831年から1832年のシーズン開幕を飾ろうとしたのがこの作品である。なお、これは、すでに名ソプラノとされていたパスタのスカラザデビューであり、その点でも工業上の話題性は高かったと考えられている。ポリオーネ役には、これまた著名なドメニコ・ドンツェリ、アダルジーザ役には後に、同じベッディーニの 新京都を初演するジューリア・グリー氏が敗され、当時の最高峰歌主人を揃えた初演となった。ロマーニは当時パリオデオン座で公開され始めたばかり、初演1831年4月16日の舞台劇ノルマにオッペラ化の可能性を見出し、同年7月20日頃から台本作成を開始したと考えられている。ベッディーニがほぼ完成した台本を受領したのは、 彼の書簡によれば9月1日であり、そこからわずか3ヶ月のうちに、この名オペラが完成したことになる。フルートに、2番はピッコロ持ち替え、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーン3、チンバッソ、ティンパに、タムタム、大太鼓とシンバル、ハープ、バンダ、ピアノ譜のままで人気の吹奏楽、弦五部。 前二幕五番。時と場所は、紀元前五十年頃、ローマ帝国支配下にある、ガリア地方。前奏曲に続いて、舞台は、ドルイド京都の森。オロベーゾに率いられた一団が、ローマからの解放を願う祈りを捧げて去る。物陰から現れたポリオーネは同行するフラビオに、自分の乗る前の愛はもはや冷めたこと。 今では若きアダルジーサを愛していることを告げ、ノルマがそれを知れば復讐があるだろう、と恐れをののく。入れ替わるように再びドルイド教徒たちが、ノルマに引きられて現れ、儀式を行う。ここで歌われるのが有名なシェーナとカバティーナ、清らかな女神である。人々は、ローマへの怒りに燃えているが、ノルマは、放棄を許さず、実は、自らが、ローマ総督ポリオーネを密かに愛し、 二人の息子まで儲けた苦しい胸の内を独白する。一同は去るが、これもまた、ローマ人に対する背徳の愛に悩む、若きアダルジーザが一人残る。そこに、ポリオーネが現れ、一緒に、ローマへ逃げよう、と、情熱的に説得。はじめは拒絶していた、アダルジーザもついには、従うことを約束する。 ノルマがクロティルでの援助のもと、密かに二人の子供を育てる住居にアダルジーザがやってくる。慌てて子供たちを隠すノルマにアダルジーザは巫女には禁じられた恋愛をしてしまった悩みを告げする。お互いに同じ男性を愛しているとは知らないノルマは彼女を許す。そこに偶然ポリオーネが現れ二人の女性は初めて状況を理解する。ノルマは アダルジーザには罪はなく、すべてはポリオーネの不実のせいと激しい非難を加える。恋の修羅場の見え将。ノルマは二人の息子と侵入しようと試みるが、子供の寝姿を見るとそれは果たせない。アダルジーザが住居に現れ、自分はポリオーネと別れる決意を固めたと話し、ノルマには子供たちの素晴らしい母親として生きてほしいと説得する。 ノルマとアダルジーザは、互いの友情を確認し、有名な、美しい二重章が歌われる。ポリオーネが、アダルジーザの提案を拒否したと聞いたノルマは、怒りのあまり、祭壇のドラを三度打ち鳴らし戦争開始を合図する。ポリオーネがアダルジーザを連れ去ろうと神殿に侵入、囚われた、との知らせが入る。群衆がポリオーネを引き立てて参集する。ノルマは、この男を殺す前に、 尋問して、共犯の巫女の名を明らかにすると述べ、人々を一旦立ち退かせる。ポリオーネと二人きりになったノルマは、アダルジーザを忘れるという約束と引き換えに、お前の命だけは助けようというが、強情なポリオーネは取り合わない。ノルマは、裏切り者の女の名が分かった。家計代の準備をしろと人々を、再び召集する。ポリオーネは、アダルジーザの名が明かされることを恐れるが、 ノルマは、裏切り者は私ですと人々に宣言する。衝撃を受けたポリオーネは、ノルマへの愛に再度目覚め、貴女は、素晴らしい女性。自分はそれを知るのが遅すぎたと許しを請う。ノルマは父、オロベーゾに二人の子供の除名を懇願、オロベーゾはためらっていたが受け入れる。ノルマは、商用と家計台に向かう。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。